This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special. ラジオドラマ幸せの高取家。福岡市早良区の二世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。一目惚れな人々、その4。くー、かわいすぎる。よかったね、クマのぬいぐるみゲットできて。じいじとばあばにお礼言いなさいね。よかよか、お手伝いばして、それでもろうたお小遣いでこうとったけん。マリン頑張った。そのクマさんをマリンがゲットしやすいように、ジージとバーバがお手伝いのきっかけを作ってくれて、しかもちょっとお小遣いを弾んでもらおうとるでしょうが。ちょっともらいすぎかなっては思ったけど。シューン、合体ロボ発進、ゴーピシュー。シュンタもちゃんとジージとバーバにありがとうを言いなさい。ありがとう、合体。合体いらん、きちんとありがとう言いなさい。しゅんたはちゃんとありがとう言ったもんね。うん、合体。本当にすみません。ただいま。おかえりなさい。マリンとしゅんたは？しゅんたは合体ロボ買ってもらって、マリンは一目惚れしたクマさんゲットして、お二方ともご満悦。え、マリンのクマさんってあれ買った？えれたっけえやつ。そう、大ちゃんの数量限定フィギュアと同じ。参ったね。笑って打ち消すな。パパおかえり。ねえ見て、かわいかろ。お、これか。マジ買ったんか。大輔がマリンちゃんに買わない後悔より買って後悔する方がいいやら言うたんやろ。俺の座右の銘な。経済観念のない非常に迷惑な座右の銘な。でも子供にしゃ高額すぎよな。じいじとばあばのお手伝いしてお小遣いもらって買ったっちゃもん。何の手伝いしたらそげな高価なもん買える？お庭のお手入れとか玄関の掃き掃除とか。すっげー割の良すぎるバイトやんか。たったそんだけでさ。リビングの片付けやらもしたよね。うん、めっちゃ楽勝って。じいじの俳句たくさん聞いてやったりした。それはきついのやってるな。私たちだってそんなにポンポンお金は出さんよ。マリンちゃんはそれなりの対価を得とるよ。確かに辛い仕事をしとったっちゃな。どういう意味かそら。しっかり働いて欲しいものは努力して手に入れるって勉強をしたということよ。クマさん大切にする。マリン、応募しとったエンパイダンディー V のアイドルフェス当選の手紙が来とるよ。キャー、やったー。クマ投げ捨てていったけど。うん、壁にぶち当たって落ちるクマさん見た。ちょっとずつ学んでいったらいいんやない。そうなん。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、Apple ポッドキャスト、Spotify、Amazon ミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも
RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。